荒垣さん、徳川埋蔵金はちょっと古いですよ。今のね、あの糸井重里はほぼ日手帳、それも古いか。あのきちんとした暮らし。ね、それもいいからゲーム作ってほしいですね。レッツチェック、ほぼ日糸井新聞。あーんと、The Site of 糸井重里を。This is the essay from 糸井重里。This is a leather cover for his journal 手帳 and it costs probably 440,000 yen, about $400 and other土鍋ベーシッククレイポットって言えばいいのかな。 It costs、 あ、でも土鍋にしちゃ安い方か。とはいえ高いっすね。これはイクイバレントオブ $550 って感じですね。まあこんな商売やっております。 Many Western audiences treat 糸井重里 as a some kind of saintAnd it's hilarious for Japanese. ね、あの糸井重里さんがね、普通のいい人だったらね、マザー3あんなに面白くなかったと思うんですよ。あのね、怪しい男だからこそああいう作品が描けたんだって私思ってますからね。